ちょっと追い込むトレーニングやってもらいますからね。怖すぎる。まあ、1セットで終わる感じでいきましょうか。コードが邪魔ですけどね。せーの。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい。1、軽いです。重量的には軽いですね。2、3、4、5、6、7、5、8、5、あと2回、1、1、10回できるなら1回ですね。こうちょっと伸ばしてですね、グーッとですね、こんな感じで、はい、まあ20秒ぐらい休んでもう1回同じ重量で、はい、まあ、10回ぐらいできる重量だったらもう1回できますから、もう1回いきましょう、はい、これで、さあいきましょうか、これで20秒早くないですか。ちょっと早いですね。せーの、うわー、ゆっくりして、1、うわー、おっちょ、はいはい、うわー、ちょっ、うわ、OK、まあ、足にジタバタしない方がいいですけどね。ああ、すいません。これ1枚取りましょうか。はい、5キロを取ってですね、ちょっとこれよいしょ。じゃあそちらも取ってもらえますかね。はい、まるまるマイクがついてるわ、離れられない。じゃあこれでですね、これでもう50になったからですね、かなり重量は軽いけど、はい、まあ、ちょっと気分新たに頑張ってください。そうそうそう、こう息を整えてですね。さあ行きましょうか。とにかく頑張るという。はい、まあ、こんなトレーニング初めてでしょ。これ初めてです。はい、せーの、1、2、3、うわっ、潰れることは悪いことじゃないからですね、はい、使い果たしてるってことだから、あ、これちょっと取りましょうか。はい、上がらなくなることは悪いことじゃないからですね。あ、はい、マイクが邪魔ですけど、この辺から本格的なトレーニングだと思ってですね。この辺からですか。この辺からですね。こうしてください、こう伸ばしてください、こう。はい、大胸筋かなり効いてるでしょ。めちゃくちゃ効いてますね。大胸筋はだいぶついてきてますからね、効いてるでしょ。効いた、効いてます。ストレッチやるのも大事ですからね。はい、え、じゃあこれいきましょうか。はい、あんまりストレッチ やりすぎると筋肉が疲れるっていうから、逆にいいんですよね、筋トレに関しては。なるほど。これはかなり軽いからかなり追い込めますよね、もう。はい、せーの、これもう胸も切ってたんですけど、腕が全然3頭筋ですね、ついてこないです。いや、3頭筋もでかくなればいいですからね。そうですね、うん、もう40だから、多分今日は80まで上がったから全然軽い重量だから、はい、あとは気持ちですね。気持ちですね、わかりました。せーの、うん、じゃあ、これっす。さて、この辺からですね、トレーニングは。この辺なんですね。この辺からいきましょうか。マジか。ここで1セット終わりって感じですね。ここでちょっと立って気分転換して、こうですね、うわ、伸ばして す、ね、すごい胸効いてるでしょ。うわ、めっちゃ効いてます。いただいて、でこれ筋肉マンにこういう技ありましたよね。そうですね、プロレスでありますけどね。あとこうグーッと締めたらどうですか。大胸筋硬くなりますよね。いや、すごい硬くなりますよ、グッと。もう硬くなります。いや、ここグーッと、いや、力が入る。いや、いいです、いいです、いいです。グッと硬く、まあ、大胸筋はついてますからね、こう意識してこうしてみてください。アイソテンションって言うんですけど、はい、硬くすることが大事ですよ。はい、だから明日筋肉痛があるからちょっと硬くしてですね。はい、いや、これすごいですね。まあ楽しいでしょ、こういうトレーニングで。先ほど言われたけど、重たいのもたないと筋肥大しないんじゃないかって言われたけど、絶対するんですよ、これ。なるほど。しないわけないでしょ、追い込めば。そんな感じしますよ、やってみると。でもめっちゃきついですね。じゃあこれまた連続で3回ぐらいになると思いますけど、もう一回いきましょうか。連続で3回か。さあ、お願いします。ここでちょっと狭く持ってみましょうか。それではグリップ狭くするときつくなるから。なるほど。はい、ここでちょっと狭くすると一気にきつくなりますもんね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60
じゃあこれちょっと5キロにしましょうか。そしたらこれ、はい、もう5キロがね、考えられないぐらい軽いでしょうけど、もう下置いとっていいですから。足どうしてもジタバタしちゃうんですよね。そうですね、足踏ん張れば高重量上がりますよね。やっぱ悪い癖ですよね。あの足の踏ん張り方がまだ分かんないですよね。いたたあとこベンチやるときこうやってることが大事なんですよね。今軽いとこうやって肩がこう浮いて浮いたでしょ。あ、浮きました。こうしてみてください。こうしてみてください、はい、この状態は肩痛めるんですよ。あ、必ず肩甲骨は寄せておくんですよ。寄せた状態で大胸筋、肩が前に行くとも大胸筋から逃げるからですね。なるほど。だから勢い余ってゴーンと前に行くとダメなんですよね、はい、だからこう反るんですよ。反れば反るほど大胸筋は使えますからね。あ、そうなんですね。軽く打ったってあのフォーム目指さない方がいいですね。かしこまりました。これ軽いからですね。ちょっとうわ、はい、やってみましょうか。今度止めてみましょうか。そしたらこれやったら止まりますね。はい、いいっすよ。今度ちょっと狭めに持ってですね、はい、ちょっと今度は止めてみますね。はい、ちょっと曲げてここで止めてですね、はい、ずっと止めてたいですよ。ずっと止めてですね。でちょっと上げて下げて上で休まないことですね。そしたらこう大丈夫。いいっすよ。いい感じで、この辺でも効いてるんですよ。いや、すごい。成功。この辺からですね。はい、行こう。えい、しゃ行こう。えい、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 もうちょ。ああ、あと、もう一回行きますね。結構、高重量持つと気合が入るけど、はい、軽いのでも気合が入れば左下ですからですね。はい。うわ、あと2回ぐらい行きますね。はい。空気椅子と一緒で止めればきついからですね。はい。まあ、いい素材ですからね。こう止めて、そう止めて、はい、ここでちょっと開けて、はい、グッとここです。ああ、張ってますよ。はい、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 オッケー。じゃあ次、最後ラスト行きましょうか。はい、次は動かしていいですね。そしたら、はい、軽いからもうできるだけ回数やるつもりで、はい、これラストしましょうか。はい、これ最後ですね。そしたら、はい、もう回数やっていいですよ。下まで下ろして、はい、1、あ、いいですね。はい、3、4、オッケーオッケー。30キロでも潰れますからね。これこうですね、こう伸ばしてですね、ぐーっと伸ばして、これ効いてるでしょ。効いてます、めちゃくちゃ。あとでここでちょっと腕がすごい効いてます。腕立て伏せをやってください。この角度がいいかな。こっちの角度で、ここでもう広い方ですか。まあ広くてもいいですね、どちらでもいいですよ、それは。いやー、無理です。引き出していいですよ、引き出していいですよ。OKOK。 まあで腕体操一回もできなくなるっていうのはいいでしょ。あー、無理、全然上がんないです。いいですよ。それでこう伸ばしてですね、グーッと。あ、まあこの後バタフライとかやればいいですね。パンパンでしょ、もう。あとこうグーッとここを潰してください。あ、硬くなってみます。もう一回グッと硬くしてですね、できたら腹筋のところ入れて、これが大事なんですよ。これがうちの鏡見ながらやったらいいですよ。はい、大胸筋はかなりついてますよ。こういうトレーニングをちょっとパーソナルでやってもらいますんで、はい、効果、あのこっちの方が成長ホルモンも出るし、はい、乳酸も出るし、汗も出てるから、これは、まあ、これ10分ぐらいだったんですか、15分ぐらいかかったかもしれないけど、この後別の種目バタフライとかですね、やればいいからですね、はい、今日は胸の日なのでそれやればいいから、はい、こんな感じでパーソナル進めていきましょう。ありがとうございます。今体重が 84.8 ぐらいです。そうですね、75まで73までいきたいですね。3台乗せたいです。まあ、でも大胸筋はだいぶついてきたからですね。そうですね、実質脂肪はもっと燃えてますからね。素材はいいんですよ。ありがとうございます。元運動やってて、まあ、あの経済的に余裕があっていい太り方してますよね。落としやすい。本当ですか。筋肉があるからですね。で体力もまた戻ってきたからですね。少しずつですけどね。そうですね。であと明るいし。本当ですか。ありがとうございます。いやだからもうぜひ楽しみに、ちょっとうちの YouTube にも出てもらいますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもどうも。